殺意ですね。今回申し訳ない。ね、自分でね、犯罪を犯して、マーベルして、まあ、疲れてる。眠るなんか金別にもらってねえ。まあとりあえずそうする。まあ時間かかるけど数覚えるし、フワッチポイントでフワッチログインできないんだよ。フワッチポイントを下ろせれば別に関係ないんだけどさ、今回300万もらったんだ。なんだそれ。ビデオボックスだから、まあビデオボックスを使ってるときは正直配信するときだけだから、まあ休まらないよ基本的に。でもまあ家帰ったらなおさらまあなんか物音とかなんだろうな、なんかまあいろいろと気になった。あ、これが要はさ、俺薬さ若い頃ガキン頃やったけどさ、別に幻聴幻覚も見たことないし、別になんか後遺症なんて感じなかったです。そんなもん。ただ今回やってやり方ってのは一気に体にこうやって入れるような入れ方をしてたから、だからなんだと思うよね多分。ポイント140万ぐらいだと思うよな多分。でもかなり、結構辛い。寝れないのが辛いよね。寝れないの本当にこんな辛いんだと思った。なんでちょっとまあ立て直すので、まあ自分の状況を立て直すためにももちろんそうだし、まあだからもしかしたら薬の後遺症ではなく睡眠が取れてないからそういう風になってるだけかもしれないじゃん。本当に睡眠取るじゃないからさ、ビトルよし。運営なんかこれ全然返答もしない、何もかない。まあそうだね、絶対ってメタルやし。あとこれ話すってのはあれだもんね、多分なんかハウスダストじゃないけどさ、ホコリがちょっと待ってるからなのか、それか寒いからだろうね。でも寒いからって言ってこれ閉じちゃうと、この冷房閉じると止まるんだけど、閉じると空気が少なくなって苦しくなっちゃうんだよ。ドットいらっしゃいね、アルコいらっしゃい、苦しくなっちゃうから止めれないんだよね。なんでいやー、なんでまあちょっと申し訳ないですけど、長いことじゃ一気に体に入れたんだよ。その、メモリ15を6回とかさ、やったことないもんそんなの。俺メモリ8とか1回とかしかやったことないのさ、1日にさやっても、1日にさメモリ15で15、6回とかさ、そんぐらいやってるから。保護を受けるなら口座を調べられる。まあ収入がなくなったじゃん。要は今まではフワッチをやっていて、フワッチで収入があったでしょ。でも結局それをポイントを止められて、ポイントを下ろせない状態になったじゃん。だから生活もできないしってことを、まあ事情は説明するよ。あとはまあパクられたってのももちろんそうだよね。どっちにいらっしゃい、召し上がりらしいね。なんで、まあ、そういうのは説明するよ。じゃあ今の現状働けるかって体力的に無理だっすよ。だからもしかしたら生活保護1ヶ月とか2ヶ月で切れるかもしれないよ。俺が体力的に戻れば別にさ問題ないじゃん。睡眠も取れたりとか体力的に働けるなり、今正直歩くだけできすよ。駅からここまでどれぐらいだろうな、500メートルぐらいかな。歩くのすっげえだるいもん、本当に。息切れがすごいんだって。で、マスクしてるから苦しいし。そうなんでだから。ほんと苦しい。おじいちゃんみたいだから。
原チャリだめ、ダメ。原チャリはね、乗ったらやばい。前のタイヤやられちゃってる。めまいはないけど、立ちくらみはするね。今日、喫煙所でタバコ吸ってる時に、外でタバコ吸ってる時に、駅からさ、200メートルぐらい歩くと喫煙所があるんだけど、そこのところでタバコ吸ってる時に、もう立つの辛いから、こうやって、まあ、ね、運行座りみたいに吸ってたの。で、立った瞬間、やっぱ立ちくらみしたもん。食べてるか食事、まあ、多分痩せていくと思うよ今。昨日は食べたんだけど、今日はとりあえず一食、今のところね。多分もうちょっとお金は持たない。これもう今口座に多分1万円あるんだけど、で手持ちは1万1000円とかだから、まあちょっとそういうのをやります。せないよ、俺が申請出すだけで、ね、その、OK か OK じゃないか分かんないじゃん。あ、コロナじゃない、コロナ調べた。タイヤやられちゃった。タイヤまで確認してねえから分かんないんだから。別に、もう切られてる時点でもあんな乗れないもん。まあ、とりあえずは、まあ、そういうふうにしますんで。今回許してください。まあその間ちょっと放送しないから、申請書を通るまで保護してくれるところがあるんだ。今家で生活ができないからね。正直まともに使えるものは水道だけだから、ガスが止まってるし、電気もね、少量の電気しか使えない状態だから、家で生活するってもまあできないわけよ。だからそれらを払えば家賃滞納したままだけど、まあそのうち出されちゃうじゃん。でも今現状で言えば、家賃滞納した状態だけど、電気少量使えて、水道が使える状態。なんで、ね、とりあえず、給付金は、まあ、申請今日出したから、申請した方がいいな。一切使えないガスだね。ガスプロパンだからさ、まあ、でも安いからガスは3000いくらが多分2通ぐらいだったと思うから、多分ガスはすぐ通すことができると思うんでね。今持ってるお金でも通せるから、ただその郵便局に行って払わないとダメなのよ、それ大変でね、コロナで生活保護増えた。ああそうなんだ。まあちょっとその間はね、申請必要な書類とか調べた方がいい。その方、まあそうだね。そこら辺もちょっと調べるか。でもね、もう何かやるのも大変なんだよ。俺、放送もさ、最初戻ってきた頃はさ、結構放送長かったっていうか、4時間やったりとかしてたでしょ。もう今、厳しいもん。昨日も途中でこうやって切ったりとかしてるじゃん。もう体がきつくて。ガス電気の支払い書を来た時から、延滞金、まあでもそんなにはないんじゃない、多分でも全部でも多分5万ぐらいあれば全部払えるんだと思うんだけどな、それはやらない。薬はやらない。まあそれはないね。薬は今もう一番は睡眠が取れないってこと。まあ、動けば動いたで結局動機切れするから、もう歩くのとかだるいし、でも動かなくちゃいけなかったらってするじゃん。やらなくちゃいけないことがあるからさ。だから動かなくちゃいけないわけだけど、もう今日も本当は役所行こうと思ったんだけど、もうダメ、体力的に厳しくて、今日だからバスに乗って、でバス停まで歩いて、家からバス停まで歩いてバスに乗って、で駅に着いて、駅から駅の南口から北口に行って、でその役所行ってビッグカメラ行って、で、飯食ってここに来てっていうので、もう疲れちゃった、もうダメ。役所にまたバス乗って、北口のところからバス乗って、前住んでた犬目の方に
まあ行くんだけど、そうすると役所があるんだけど、そこの役所まで行こうと思ったけど、もう無理だと思ったもん、正直。体力的に、うん、体がきつくて、うん、だからこの状況でじゃあ仕事をしろ仕事をしろって無理だよ。睡眠も取れてないから。